第5章小田原の駅白き再会。戦国乱世が生んだ不正室の傑物、豊臣秀吉。信長亡き後、絶大な歯の力で諸大名を屈従させ台頭、果ては日の本を支配する覇王として絶大な権勢を誇るに至る。跡継ぎたる信行の出奔というお家の痛恨時に見舞われた真田家は、激動の世を生き延びるために豊臣へ服属。人質として大阪へと赴いた幸村は、天下のすべてを手中に収めんとする秀吉に付き従い、関東での北条攻めに参陣する。そして難攻不落を謳われた居城小田原城もやがては落ち、豊臣秀吉による天下統一の破業がなされる。誰もがそう確信する中、その絶対的な歯に抗わんとする一匹の青き龍が戦雲吹きすさぶ戦場にさっそうと舞い降りた。白装束は伊達じゃねえ。待ってな秀吉、俺の覚悟あんたに刻むぜ。バカオフ、雑魚どもに用はねえ。うせな。あなたの覚悟に口を出すのはもはや俺の役目ではありません。存分になされよ政宗様。白装束だと？奴め、玉砕でもするつもりか？勘違いすんじゃねえ。こいつは秀吉のために来てやってんだぜ。った君がねえな。誰に断ってこっちで突っ勝手してやがれ。もう天下取った気でいやがるってか。欧州筆頭の俺なんざ眼中にねえってか。君がねえ、君がねえな。これだけ頭に来たのは初めてだぜ。思い知らせてやるぜ秀吉。天下はてめえのもんにはならねえ。絶対にな。天下はよ、この独眼竜伊達政宗がいただく。俺のもんに汚ねえ手で触れたんだ。相応の覚悟はできてるよな。もう結界いかれた覚悟、廉価上等。今の俺に近づくんじゃねえ。死にたくなけりゃな。覚悟に俺を赤く染め込む。さようなら。俺様の立身出世のために死んでくださいよ。ああ、見ねえ顔だな。誰だあんたは。あ、え、お前俺様のこと知らないの？ほら、半兵衛さんの次に賢くて強い。ええ、だよ。竹中の次だ。そりゃ豊臣の二兵のことか。ってことはだ、あんたがあの黒田官兵衛か。誰が保管だ。あれと一緒にすんな。殺しますよ。お前真壁だ。の上竹中半兵衛さんと釣り色なし並び立つ未来の沢後藤又兵衛様だ。 What？ 沢んっていや石田三成だろうが。あんたさっきから俺をおちょくってんのか。だから未来のって言ってるだろうが。未来の俺様の名を顔をよく覚えとけ。だって政宗この出会いも一期一会もてなしましょう。心より俺流にな。ティータイムだ。あんたふざけてんのかイカれてんのかどっちだ。さて両方かもな。詫びかサビか好きな方を注文しなよ。さっさとよ。豊臣にもクレイジーなやつがいたもんだ。なんてな。お前にもワビスケにも選ばせやしねえよ。俺の好きなように暴れるさ。よせサビスケ、僕はこのお方と話がしたいんだ。ああ好きにしなワビスケ。だが体は使わせてもらうぜ。せいぜいこいつが死なねえうちに話し終わるこった。やれやれ随分と荒っぽいな。こいつが天下一品の茶道とは恐れ入ったぜ。お聞かせください。あなたは本気で秀吉様を討つおつもりなのですか？俺が冗談に見えんのか。本気も本気。俺は大真面目だぜ。大真面目？大バカ野郎の間違いだろ。あなたはご存じないのですね。秀吉様は日の本を治めた後、外国にまで侵攻し支配しようと考えているのです。そしてあのお方の歯の力はそれが可能なほどまでに膨れ上がっている。俺が茶を立ててやってんだから当然だろうが。そのような強大な敵にあなたは本当に勝てると思っているのですか？ナンセンスだぜ。結果なんざどうだっていい。肝心なのは俺が今どうしたいかってことだ。そしてその通りに動けるか、そいつを俺自身が信じてやれるかだ。くそワビスケ、お前俺を抑え込むんじゃねえぞ。サビスケ、僕を信じてみるよ。だからこのお方を秀吉様のもとへ。爪のような跡が3本。これはまさか。そう、君と因縁浅からぬかつての梵天丸君だ。半兵衛殿、聞いてくれ雪村君。彼は死を覚悟して秀吉に挑むつもりのようだ。なんと、あ、梵天丸殿が、政宗殿が今この地に。そう、しかし君が知るかつての彼政宗君がどれほどの強者であっても秀吉にかなうはずがない。そうだろう。政宗殿ならばきっと。いや、死なせてはならぬ。我が命の恩人でありライバルでもあるあの御仁を。そう、僕からも頼むよ雪村君。彼とはお互い話し合いで分かり合えると思うんだ。君も彼には死んでほしくないだろう。男と男の約束を果たさぬうちにね。な、半兵衛殿、なぜそれを。悪いね、敵も味方も今も昔も全てを徹底的に調べ上げる。それが僕の役目の一つさ。君と政宗君、弁丸と梵天丸は幼き日に出会い刃と共に友情を通わせた。いかにもあの熱く燃える感覚、今もなお忘れえぬ。僕ら豊臣の言葉には耳を貸さないとしても、君の言葉ならきっと彼に届くんじゃないかな。半兵衛殿、君が彼を説得してくれるなら僕は秀吉と話してみよう。きっと穏便にことを収めてくれるはずだ。承知いたした。かたじけない半兵衛殿。竜の右目に焼き付いた覚悟の十字、あの背中を守るのが俺の覚悟だ。欧州筆頭伊達政宗が側近片倉小十郎参る。片倉小十郎殿、まさかあの時に梵天丸殿が言っていたうるさき男。一言多いようだが聞き逃してやる。てめえ何者だ。それがしは真田幸村と申す者。政宗殿には幼き日にこの命を救っていただきましてござる。何、真田だと覚えてる。逃げ出した梵天を捕まえた時確かそんな名を言ってたな。てめえがその時の弁丸と言ったが、いかにも弁丸がそれがしの幼名でござる。梵天丸殿からその武勇を聞きしおり、貴殿とはぜひ一度お手合わせをと願ったものでござる。いや今はそれどころではござらぬ。片倉殿、お願いでござる。ここを通していただきたい。あいにくだがここは誰も通さねえ。ましてやてめえは豊臣方だ。しかしそれがしは政宗殿のもとへ向かわねばならぬ。かつてのご恩、今こそ返す時であれば。恩だと、真田てめえ何を言ってやがる。秀吉殿も政宗殿も話せば分かっていただけるそのはずなのでござん。まさか政宗様を止めようってのか。決死の覚悟で豊臣に挑んでいる政宗様、それが恩返しだと。敵の情けを受けて捨てた命をながらえることが。片倉殿、ここまでにござる。てめえの覚悟が俺を超えたか。ならば行け政宗様、頼む。秀吉様、半兵衛様、どうか私にこの卑怯なる族名を即刻斬滅する許可を。うむ、許可する。だが殺すでないぞ。この俺を、欧州筆頭独眼竜をなめんじゃねえ。怒りかくだらん。そのようなものに突き動かされ貴様は自ら滅ぶのか。滅ぶのはあんただぜ秀吉。この俺を甘く見たことを地獄で後悔するんだな。我を前にしても力の差が分からぬと。未熟、あまりに未熟、先が見えておらぬ男よ。秀吉、ほどほどに頼むよ。彼は生き餌だ。獲物がかかる前に死なれては困る。案ずるな半兵衛、殺しはせぬ。この者は路傍の石、はじき出しこそする。砕く価値などなし。そう卑下してやらないでくれ秀吉。彼は君から学ぶためにここまで来たんだ。どうあがいても覆すことのできない状況が、絶対的な力の差が確かに存在するということ。さっきからごちゃごちゃとうるせえぞ。俺が生き餌だと。上等だ。何を釣り上げるつもりかは知らねえが、竜を生きたまま餌にしようなんざ大した推強だ。死ぬ気で暴れ回って食らいついてやれ。獲物もあんたらもいさかいなくな。やれやれ、少々息が良すぎるようだね。三成君、しつけを頼んで構わないかな。はあ、お任せください半兵衛様。貴様、恐れ多くも秀吉様に歯向かった挙句安兵衛様にまで苦に耐え難き荘厳をあめき散らすなど、100度、いや1000度斬滅しても飽き足らぬ。懺悔しろ。殺してくれと泣き叫び懇願するまで数限りなく切り刻む。嬉しいね。やっと分かり合えそうなやつが出てきたぜ。なるほど、正宗君、君は梵天丸の頃からあまり変わってはいないようだね。実に面白い。何？弁丸だった雪村君もあの頃のままだ。早く会いたいだろう、正宗君。弁丸だと？あいつがここに？いや、あんた何言ってやがる。なぜ俺たちのことを知っている？ほら、雪村君と同じことを聞くんだな。だけど君には僕の答えを聞く時間はなさそうだ。遅かったね、雪村君。半兵衛殿、貴殿はそれがしに正宗殿を助けよと。つまりはこういうことさ。真田が豊臣へ従うと誓うのなら彼の命は救われる。拒むなら彼は死ぬ。単純明快だろう。バカな。それが君の回答かな。残念だよ。待たねよ。約束だ。男と男のな。男と男の約束にござる。誓う。聞こえないな。はっきりと頼むよ。約束する。真田は豊臣に従う。約束は絶対に守る。第6章、第2次上田合戦、関ヶ原への道。魔王織田信長が果たせなかった天下統一の偉業、それを成したのは覇王豊臣秀吉であった。しかし巨大なる星が落ちる時、天もまた乱れる。絆によって新たなる世を作らんとする徳川家康の拳で秀吉が倒れ、その圧倒的な歯の力で保たれていた世の平穏はまたしても瓦解する。秀吉の死後、家康を謀反人として断罪し、歯による支配の継続を目指す石田三成と絆による結束を解き、諸大名の信を得ていた家康によって日の本を東西に二分する天下分け目の合戦、関ヶ原の戦いが勃発する。小野がライバルを救うため、結果として豊臣家に忠節を誓った幸村は、父正行と共に石田三成率いる西軍に加担。一方、家康に組みし東軍へ属す兄信行とは敵味方となり、二つに分かたれた真田家は互いにその刃を交えることとなる。そろそろ関ヶ原でも追っ始まる頃かねえ。久しいな、幸村。せがれ殿。兄上、見事な奇襲だ。真田井戸は引き受けた。ここは頼むぞ、小せがれ殿。お前に用があって上田へ来た。切るのは兄上。俺は徳川の将として沼田の城を預かっている。上田まではひとまたぎだ。そう以外でもあるまい。信行め、やはり我らの真田井戸を狙ってきたか。あそこは紐元を横断する地下へと通じている。通り抜けてしまえば関ヶ原は目と鼻の先。この攻撃をしのいだ後、我らが先に真田井戸を抜けて援軍に駆けつければ西軍は勝つ。いざ真田井戸を奪取し、我らも関ヶ原へ。美濃の国関ヶ原にて、家康公を率いる徳川東軍と石田三成を総大将とする豊臣西軍が布陣し対峙。東軍福島正則勢と西軍浮田秀家勢の激突により合戦の火蓋が切られました。うわ、始まったぞ。急ぎ家康公のもとへ果て参じるのだ。ほう、真田井戸を通じて関ヶ原の様子が伝わってくるか。こいつはお客人方に拝聴料をいただかないとね。しかし兄上、それがしに用向きとは。降伏勧告であれば親父様もそれがしも受け入れはいたしませんぞ。それがお前たちの選ぶ道であれば好きにするがいい。俺は俺の道をひた走るまでのことだが、幸村、お前には問うておきたい。まことの真田の道とはいかなるものか。黒田長政、細川忠興、加藤義明ら石田三成暗殺隊が西軍本陣へ向けて出撃。本陣の守りを固める。左近隊、前へ。三成様をお守りするのだ。まことの真田の道。そうだ、お前たちの道は今西軍を豊臣にそうだ。俺は上田を去ったあの日は家康と共に日の本の先を照らす術を求め、ひた走ってきた。こたびの大戦は我ら東軍、家康の勝利によって踏み出される先への一歩にすぎる。日の本を二分したこの戦が決着することで天下は一つとなり、戦国の世は終わる。それより先こそだ。我が真田の誠の道、世を太平へと導く道こそが俺の進むべき道だ。さすがは真田の城、容易には落ちぬか。えい、城内へ流れ込め、勝手押し潰すのだ。三成暗殺隊、本陣周囲の激しい抵抗により敗走。左近隊、敵部隊本陣への突撃を阻止。しかし激戦の最中、島左近が無数の銃弾を浴び戦闘不動。関ヶ原の戦局は五分と五分といったところか。さあどうなるや。どうした、島津はまだ動かんのか。戦国出陣を要請したはずではないか。それが伝令の者が下馬せず依頼したところ、グレーなりと一括され追い返されたとのこと。まさか兄上、この天下分け目の大戦は徳川殿と兄上が仕向けたもの。同じ道を行けぬ者が先へ進めぬ者、これらはいずれも天下統一への妨げとなる。そうした歩みを妨げる者をこの戦にて取り除く。我らが先のために成し得る最良の策だ。バカな兄上。では毛利はなぜ動かぬ。出撃は要請したのだろう。毛利は弁当を食した後、出撃すると返答があり、それ以降は西軍内にて統率に乱れが生じている模様。この機に生じ松尾山に伝令、我が東軍の奥の手を。兄上、それが兄上の進む道であれば、この雪村の誠の道は別にあり申す。それがしは親父様の道を行く。たとえ先が途絶えていようと後悔はいたしませぬ。ならばこの俺の一踏みでその道を砕こう。小早川め、この後に及んでおじけつきよったか。松尾山に向けて発砲準備、弱虫キングを一括しろ。徳、松尾山に布陣する小早川秀明を一斉襲撃。ひるんだ小早川が東軍に寝返っただと。イエス、お前の勝利を俺は疑わない。後顧の憂いはこの俺が立つ。先へかけ、世を照らせ。了解、旦那。任された。まあ威勢よく引き受けたはいいけど、ちょっとばかり気合い入れないとしんどいかもよ。それじゃ一つ俺様の華麗なる手裏剣さばきをご披露しちゃいますかね。小早川秀明の裏切りにより動揺した西軍将兵が東軍へ寝返りました。その数およそ1万。あらら、こりゃ西軍も敗色の起こって感じじゃないの。こりゃ真田も身の振り方ってやつ考えないとね。信行の旦那が徳川にってのが大旦那の技術か何かだったら拍手喝采なんだけど、そりゃないか。相手は忍びだぞ、強行突破しろ。いた、手裏剣が尻ににしてもまさか信行の旦那がね。昔から何考えてるか分かりにくい人だったっけ。分かりにくさで、いや正行の大旦那もいい勝負だわ。そこへ行くとあの人の分かりやすさが際立つってもんだ。親父と兄貴の板挟みでさぞ辛いだろうけど、小早川軍が大谷義次の猛攻を受けている模様。弱虫キングは早々に気を失い戦闘不能。とにかく東と西どっちが勝ってもとりあえず真田の家は残るわけだ。どっちにしろ俺様は雪村の旦那についていくだけさ。なんか放っておけないんだわ、あの人。たかが忍びにここまでしてやられるとは。誰でもいい、誰か奴を。あれ、関ヶ原はこっちじゃ。いい年こいて迷子じゃ。そこの手裏剣持った人、関ヶ原へはどう行けばいい？教えてくれ。ああ、俺様のこと？そうそう、お前さんお前さんって好きやりゃー。おっと、いや、いきなり何すんのオタク。かわされたか。しかし背後を装い隙をつく。小生のこの完璧な奇襲を看破するとは。やるなお前さん。いやつうか、その手枷ひょっとしてオタク黒田官兵衛？そういや脱獄したって手配書来てたっけで、今は東方についてるってわけね。当たり前じゃ。小生をあんな穴蔵に閉じ込めやがった奴らの味方なんざ誰がするか。脱獄してしばらくして偶然信行らと出くわしたんだ。あいつはな、哀れな小生を拾ってくれたんだよ。普通ならよかったねで済むだろうけど、オタクほどの男に狙いがないわけないよな。いよいよ小生にも月が回ってきたってわけだ。やれやれ、信行の旦那も厄介なもん拾ったね。こいつは大旦那並みに食えない男だぜ。なんということだ。大谷刑部義次殿、小早川軍を壊滅せしも自らは運死されただと。おいこいつはさすがにまずい流れだ。どうする旦那、大旦那。終わりだ雪村。上田は間もなく落ちる。真田昌幸の道はここでついえるのだ。ならばお前の行くべき道も消え失せよ。俺と来い雪村。お前の先をこのようなところで途絶えさせるな。大谷軍改装の報を受け、水成様が本陣より出撃。阿修羅のごとく東軍本陣を目指し疾走中。雪村は勇敢よ信行。今のお主には分からんだろうがな。何？お主は何も見ておらん。いや、お主には何も見えておらんのだ。道も先も足元さえもね。戦国最強本田忠勝様、上空より西軍陣地を爆撃、次々と殲滅していきます。あなたが俺の見据える景色を理解しようはずもない。俺はあなたのはるか前にいる。その瀬名が霞んで見えぬほどに。兄上、かつてあなたは幼き俺に説いた。武勇と智謀、仁義忠信をもって天下に名をなし、あらゆる者の負が規範とする道となる。それこそがまことの真田の道であると。あなたの言葉を信じ、俺は車に耳かけた。あなたがこの道の先にいると信じて、だがいなかった。あなたは全く別の道を進んでいたからだ。道を違えたのは俺ではない。あなただ、親父殿。信玄公の死が親父殿を変えた。親父殿を立ち止まらせ、道を惑わせたのだ。信行きだが、俺は先へと進んだ。そして今なおたゆみなく邁進し続けている。その差がこれだ。俺は父であるあなたを凌駕した。これより先、真田の道はこの信行がひた走ろう。兄上、親父様、覚悟しておけ雪村よ。ほどなく関ヶ原も決着する。無論我らの勝利でだ。なんと、石田三成自ら東軍本陣に突撃。家康公との一騎打ちと相なりました。石田殿と徳川殿が一騎打ち。聞こえる二つの熱き心の叫びが。家康、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 三成、なぜ貴様は断罪されない。秀吉様を裏切り、私を裏切り、この世のすべてを欺き、己も偽り生きる貴様をなぜ誰も咎めない。それはまだその時ではないからだ。三成、わしは罪を負った。そしてこれからも追い続ける。いつか必ず全ての罪を裁かれる時が来るだろう。だが今ではない。それはわしが港の絆を束ね、天下を一つとしたその後だ。絆ならば、私との絆はどうだった。貴様の汚れた過去ごと無惨したか。それともそんな絆などなかったのか。私は心の中で貴様を友と呼んでいたんだ。三成、お前は秀吉殿との絆が強すぎたんだ。他の全ての絆が霞んでしまうほどに。勝手なことを。私から全ての絆を奪ったのは貴様だぞ、家康。そうだ三成、わしはお前から全てを奪った。だからそれをあがなうために、お前の命を奪うという罪をも背負う。家康、これがわしの決意だ。さあ終わらせよう、三成。三成、三成。二人の声が途絶えた。決着は一体。わかるか雪村。石田三成もまた豊臣秀吉の死という枷にとらわれ、立ち止まり惑い先を捨てた。俺は走り続ける。たとえ今この時家康を失おうとも。関ヶ原は勝ったのは総大将同士の一騎打ちがついに決着。勝者は家康様だ。徳川家康様、ご健在なり。終わっちまったか。伝令、伝令。敵将石田三成斬首。見事な家康。これにて先に進める者は必須とついえる。新しき世の到来だ。兄上は道を誤っておられる。弱き者、古きものをただ切り捨てて進む道など魔王覇王が敷いた道と変わらぬ。うつろなり。雪村にたわごとを吹き込んだな。それも詐術の類か。この安がれの見せ物もようやくしまいだ。最後に主として子であるお主に二つ伝えておく。一つ、痛みってもんを知れ。人の心の痛みを。二つ、立ち止まり雪村を待て。あやつは必ずお主の背中に追いつく。重いもんを抱えて一歩一歩踏みしめながら、えっちらおっちらとな。すまん、すまんな信行。わしではもうお主には追いつけんのだ。さらばでござる。せがれ殿、見えぬ幼き日に見た瀬名が、先を行き大きく揺れるあの瀬名が、俺にはもう見えぬのです。第7章、九度山雄平。関ヶ原を血で染め上げた未曾有の大合戦は、徳川率いる東軍の勝利によって幕を閉じた。西軍を率いた石田三成は斬首。ここに徳川指導による新しい国づくりが始動する。そうした中、東軍の将として功を成した信行は、今や徳川の重臣となり、真田の旧領である上田の地を与えられるまでに至っていた。一方、上田城で徳川軍を食い止めながらも、西方として敗軍の将となった正行と雪村、二人は徳川家康の裁量で死罪を免ぜられたものの、高野山は九度山へと送られた。その地で豊臣家の行く末と家康に付き従う信行に思いを馳せつつも、雪村は正行と共に束の間の平穏な日々を送っていた。しかし正行は土地の病を得、床に伏せってしまう。ただ一途に父を介抱する雪村であったが、戦国随一の食わせ者、その死は間近へと迫っていた。はあ、良い天気でござりますな、親父様。お天道様もほれあのように。まだおっちんじゃいねえよ。でもまあのんびりしてもいられないかね。これはさーて、戦国の奇術師真田昌幸、正真正銘の千秋楽、仰天同時の大奇術、命なめ打ち披露いたし候。まあ早い話が真剣勝負ってやつさ、父と子水入らずでね。しかし親父様、病がそのお体では。かしもかかしもかかもないよ、小せがれ殿。だからこそだ、この老いぼれには時間がないんだよ。小せがれ殿にはこの正行が伝えられる全てを伝えておきたいんだ。しからば神妙に拝聴いたしますゆえ、どうか落ち着かれよ。まずは屋内へと。バカ、おいうもんは寝物語みたくしとやかに語り聞かせるもんじゃないっての。父と子である前に男と男だ。伝えるっていや拳と拳だろうが、こいつは武田家伝来の非奥義よ。武田と申さば信玄公の。そうさに若かりし日、わしも親方様から教わったのよ。7日7番殴り合ってな。いやはや懐かしいね。なんと壮絶な。ではまさかそれがしも親父様と。その通りと言いたいところだが親父様、教えはあるお人から直接教わってくれ。心の準備をしておけよ、お客人。あるお人、まさか。あ、いや、しかしいかな親父様でも。手に燃えよ我が肉、手に燃えよ我が炎は。あなたが魂投げてそれ。さて、お客人にもおなじみのこの帽子、種も仕掛けもござって候。これより取り出したるは山、風走る静寂の林、その奥にそびえ立つ火の山でござい。信玄公は今は亡き親方様は鍛え上げた強靭な肉体ととてつもなく巨大な心で全てを正面から受け止め、時に激しく時に優しく、その全てを抱きしめ一歩ずつ前へ前へと進むお方であった。正行が来い清らよ、風林火山とは何ぞや、よく答え。はっ、風林火山とは早きこと風のごとく、静かなること林のごとく、侵略すること火のごとく、動かさること山のごとし、無形筆書の一つ孫子にある一節を抜粋したものにて、兵法においては軍領。違う、なんと弱い七つで人質として武田へ下ったわしを友として接し、上にも下にもつけなかったわしだけではない。親方様は老若男女、強きも弱きもまず分け隔てなく、皆一人の人として平等に接した。理屈ではないぞ幸村、心じゃ。お主の心で答えてみせい。心で答える。そうじゃ。皆誰もが心の内に風林火山を宿しておる。無論幸村、お主もじゃ。お主の風林火山はまた格別に熱い、燃えたぎる炎のごとしじゃ。我が心の風林火山、それは人に甘いということではない、むしろ厳しさが勝るものだった。なぜなら真に平等に接するとは、互いに等しく責任を負うことでもあったから。思い出すがいい幸村、幼き日の刹那、心の内に燃えたぎった熱き炎を、お主はあの時心を焦がす青き炎に、その己の熱き心で応えたのじゃ。それこそがこの幸村の心に宿りし熱き風林火山、すなわち風林火山とは心の在り方そのもの、揺るぎない己の形。親方様はいつもおっしゃっていた、全ての人が真に平等に暮らす国を作りたいと。皆が皆の責任において皆のために尽くす、そうやって皆で力を合わせて国を形作ってゆく、そんな面白い国をさ。さあ答えてみせい幸村。わしは上田でそいつを実現させたかった。幸村、痛い。しかしこの痛みにはぬくもりが、心が、教えが、慈しみが、愛がある。どうだった？親方様はまさに火を吹く山のごとき御仁でござりました。それじゃあここからはこの正行、くたびれた老いぼれ親父の愚痴を最後だと思って聞いてくれよ。親父様。雪村、わしはな嬉しいんだよ。お主も信行もこのわしのせがれとは思えるほどまっすぐにまっとうなもののふに育ってくれた。なあ、兄弟揃ってバカがつくくらい真面目で正直、おまけに頑固ってのがちょいとたまに傷だけどね。信行に至ってはとにかく一足飛びで何もかも軽々と超えていきやがる。足元なんざ目もくれねえ。道端に咲く小さな花なんぞ気づきもしねえ。そんな不器用な様も愛おしくて仕方ないのさ。まったく親バカってやつはどうしようもねえや。つまるところわしは信行をこのまま放ってはおけないのよ。あいつはわしの背中を追っているつもりだったようだが、そうじゃない。幼き日に焼き付けたまぶたの裏の幻を追っていたんだ。わしはあいつに計らず記述を仕込んじまった。その幻の背中を追っかけながらあいつはぐんぐん加速した。わしの期待に応え大股で一目散に。そこに本物の背中が現れた。戦国の世をかたどったように荒々しく眩しく鮮烈でどでかい背中が。織田信長、奴の存在が真剣な幻を一発で吹き飛ばしちまった。幻が消えた後は核のごとしさ。あいつは消えた背中を探して別の背中を追い始めた。信長、秀吉、そして今は家康だ。ダッシュは鎌本野郎の家康が嫌いだ。だが確かにあの男は信長や秀吉にないもんを持っている。人の痛みを知り理解し己のうちにきっちりしまい込んでおける隙間があるのさ。まああの野郎の場合、しまい込んだらはいおしまい。何もかも背負い込みたいだけ、ただの自己満足さ。だがそれじゃあダメさ。しまったもんはちゃんと掘り出せなきゃダメだ。思い出せなきゃダメなんだ。わしにはそもそもそんな隙間はなかった。親方様に憧れ持ったふりをするのが精一杯だった。信行は持っているはずだが、いかんせん飛ばしすぎよ。何一つ拾っちゃいねえ。でここからが本題さ。小せがれ殿、気づいているかい？お主も持ってるんだよ、十分にでっかい隙間をね。しかも西に落ちてるもん目ざとく見つけてちゃんと拾い上げてやる。そいつずっとばかし信行に分けてやってくれ。あいつに追いついて渡してやってくれ。兄貴に気づかせてやってくれ。落ちてるもんがどれだけ綺麗で大切かってことを。ついでにこのやつがれの落とし物も拾って持ってってくれや。頼んだよ、小せがれ殿。至極にございます。いや、兄弟いたねえ。しゃべった小せがれ殿の言う通り今日はいい日和だ。信行に伝えてくれ雪村。しかとこの雪村しかと見てみなよ、あの花を。小さくてもしっかり根を張って咲いてな。立ち止まって寝そべりゃ誰の目にも映るってもんだ。綺麗だね上田じゃ。今どの花が見頃かね。そうでござりまするな。この時節なれば裏山の